コストルナヤ選手は今回の NHK 杯優勝、そしてグランプリファイナル出場も決めました。ようこそ静かの部屋へ。ありがとうございます、はい、コストルナヤさんは日本に来るのは何回目くらいになりますでしょうか。В Японии я уже третий раз. Первый раз я была в Нагое на финале Гран-при. В этом году я была на шоу Dream on Ice в Якогаме. И также мы посетили Токио. И сейчас вот в Саппоро. そうですね、今回日本は3回目ですね。1回目は名古屋のグランプリファイナルの時で、2回目は、ショーですね、あのスターズオンアイス、ドリームオンアイスっていうショーに出場しまして、その時はちょっと東京に寄っていろいろあの観光してきました。で、今回は3回目になりますね。日本は好きですか。とても好きです。日本のどんなところが好きですか。全てです。全て、はい、そんなコストルナヤ選手ですけれども、昨シーズンはトリプルアクセルを飛んでいなかった。でも今シーズンは非常に完成度の高いトリプルアクセルでこの大会も勝つことになりましたけれども、そのトリプルアクセルはいつ頃成功させたんですか。Первый раз тройной аксель в своей жизни я прыгнула после своего первого юниорского сезона. Я над ним работала, но после отдыха он перестал получаться. И в этом сезоне после прокатов, контрольных прокатов сборной, я поняла, что нужно что-то менять. И решили с акселем попробовать. そうですね、あの一番最初に飛べたのは、ジュニアとしての最初のシーズンの時ですね。ただその後は長期休暇に入りまして、ちょっとあのまた練習するようになったら残念ながら飛べなくなっちゃいましたけれども、ただやっぱりあのジュニアシーズンに向けて、あのロシア代表で集まって改めて練習したんですけれども、皆さんを見て何か自分のプログラムで自分の演技で変えないといけないというのが分かったので、それでトリプルアクセル練習するようになりました。すごい大きなジャンプというのがコストルナヤ選手の魅力でもありますが、ジャンプだけではなくスピンも非常に上手で美しく、あのそんなコストルナヤ選手はスケートの技の中で何が一番好きですか。Любимый элемент. Я люблю прыгать. Но скользить, можно сказать, что я люблю чуточку больше, чем прыгать. そうですね、ジャンプはもちろん好きなんですけれども、ただ何が一番好きなのかって聞かれると、やっぱり滑ること自体が好きだと思います。じゃあぜひね、日本にもたくさんファンがいらっしゃいますので、日本のファンの皆さんにぜひメッセージをお願いします。Спасибо большое всем, кто меня поддерживает, кто сидел, смотрел меня, переживали. Ваша поддержка очень чувствуется, и я рада, что вы у меня есть. Спасибо большое. そうですね、いつも応援してくださるファンの方々、そしてあの昨日見に来てくださった方々、おととい見に来てくださった方々ですね、あのいつも応援してくださっててありがとうございますと、あのそのサポートはとても大事ですので、それを感じて滑っています。コストルナヤ選手でした。どうもありがとうございました。